場面です。皆さんこんにちは。ホジロ写真家タイムラプスクリエイター成沢でございます。私今ですね、奄美大島に来ております。でここはの場所がですね、今回奄美大島でワークショップをやろうと思いまして、今ねこれ、動画撮っていただいているのがライブ配信でいつも来ていただいている奄美スタイルさんが撮っていただいているんですけど、奄美スタイルさん協力のもとですねコーディネートしていただいて、まあ、これワークショップをやろうということになりました。で私がですねワークショップ今回ここでなぜやろうかって言った思った経緯をお話しすると、ついこの間アメリカ旅行ってきたんですけど、その時にですね日本の風景もっといろいろ撮りたいなっていう欲求が湧いてきまして、で、今まで行ったところのことのないところに行って、撮影をしたいなと思い、そんな中ですね、この奄美スタイルさんから、ちょっと連絡をいただいて、奄美大島でワークショップできたらいいですねみたいな話したので、それを実現させようかなと思って、まあ、この場所に来ました。で今回は2泊3日で予定します。いつもその1日限りの、ワークショップとか撮影だけのワークショップとか、まあ、オンラインとかやってはいるんですけども、やっぱりこうみっちりですね撮影から、自分が機材セッティングしてるところ撮影しているところを見せるっていうことも含めてですね、撮影からそれから画像処理からですねもろもろこうサポートをしたいなということで、2泊3日っていう形でワークショップを企画しました。まあ、その分金額はねやっぱり上がっちゃうんですけども、ただそれでも実りあるワークショップを皆さんにご提供できればなと思って今回企画してます。で一応そういうがっちりした名目もあるんですけども、まあ昼間のタイムラプスとか、まあ、星のタイムラプス、まあ、成形写真も含めてやりますけども、星だけちょっとカジュアルに撮りたいなっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はですね勝手にこう観光してもらって自由に戻ってきてもらって、成形写真なりタイムラプスなり参加するっていう、まあ、自由参加型っていう形に、を取りたいと思います。なので、まあ、レベルを問わず、皆さんにご参加いただければなと思います。でですね、ここの今、非常に美しい海の風景が、広がっております。昨日も奄美スタイルさんといろいろロケハンをしてですね、ここはいいんじゃないか、ここはいいんじゃないかみたいな感じでいろんな撮影地をロケハンしてきまして、皆さんもそこにお連れしたいなと思っているんですが、一応ですねその合宿というか宿泊施設をこれからご紹介したいなと思います。まずこっちですね、こちらがですね今宿泊施設2パターンご用意いただきました。ここがですね一応8人ですね、まあ、8人以上行けるんですけど基本的には8人で宿泊することになります。壁ハウスという、ところになります。まあ、この合同でみんなで泊まるところじゃなくて個別で部屋取りたいわっていう方もいると思うので、そういう方のためには別の宿泊施設もご用意いただきましたので、まずはこの壁ハウス見てみましょうか。これねめっちゃ楽しそうだよすごい楽しそうです。はい、こちらから入ります。明るさ大丈夫ですか ？ND フィルター大丈夫ですか？大丈夫ですか？はい、こちらになります。ここが、まあ、合宿所になります。で、食事がですね、特についてません。なので、まあ、ここで自炊をしたりとか、あとバーベキューしたりとかね、企画してます。で、基本的には皆さんでこう飛行機を手配してもらって、プラスレンタカーも手配してもらって、ここまで来ると、ここで集合っていう感じにしようと思います。なので、まあ、食事に関してはこうブルーンと車走らせて好きなところで食べてももらってもいいですし、近くに馬車山村っていう施設もあって、そこもご飯が美味しいみたいなので、そういうところで観光がてらご飯を楽しんでいただいても大丈夫なんですが、ここにまあテレビモニターもありますし机もあるので電源類も確保していただいてます。ここで私が直接こう横について指導しながら画像処理を行ったりっていうことができるようになります。でまあ、
あの曇った時はですね、ここで宴会とで外でバーベキューもできるようになってるみたいなんで、でこのここからの外の景色見てください。これはい、こちらですね。方角的には南になります。で開催するですね、6月はですね、一応その梅雨が明けている状態ですね。梅雨明けした直後ぐらいになりますので、関東ではまだ梅雨の状態ですけど、こっちは、晴天が続いているでしょうという予測のもとで日付を設定してます。でちょうど南になりますので、もう天の川がガーンと目の前に来る時期になりますから、まあ、ここにカメラ設置したままにして、ここでちょっと飲み食いしてもいいですからね。で皆さん、あの気になる宿泊場所ですねをお見せしようと思います。ここから階段があってですね、この階段を上るとですね、こっちが3人部屋なのかな。こっからもめっちゃいい景色見えるんですね。ちょっと映してください、岡田さんね、うん、めっちゃいい景色が、はい、広がってます、窓から。でここ一応3人で寝泊まりできます。で次こちらが、おトイレですね。おトイレ1階にもありましたね、確かね。でここ2人部屋ですね、2人部屋になります。でこの2階からの景色がですね、ふう、これは確かにうおーってなりますね。めっちゃ綺麗、やばい、すごい綺麗。あの海岸に降りて泳ぐもよしと、泳ぐもよし、めっちゃ入りたい、ザブンと行きたいですねこれね。でこっちも3人部屋ですね。なんかここも窓の景色がいいですね、すごくいいですね。めっちゃいいわ。ワークショップを忘れてワークショップを忘れて黄昏るもよしめっちゃいいわ。で続いてですね、あの1階のおトイレもちょっとお見せしますね。こっちがね、お風呂ついてます。お風呂ついてて、はい、ちょっと一風呂浴びることもできます。それからこっちにもトイレがついてます、はい、という感じの施設になってますんで、まあ、みんなでワイワイやるにはちょうどいいかなっていう感じですね。で、まあ、ここはあの基本的にはまあ8名でやっていて、まあ、それ以上も受け入れられることができるんですけど、あのその時はあっちにこうまた布団引いて、こっちの方でちょっと寝泊まりしてもらうみたいな感じになるみたいですね。基本はまあだからベッドがあるのは8名という感じです。でここだ と例えば女性とかね、プライベート空間が欲しいわっていう方もいらっしゃいますので、そういう時はまあ隣にですね別の宿泊施設がありますので、そちらを、お勧めしたいと思います。でですね、別の宿泊施設をご案内しますね。こっちどうぞ。ここがここでバーベキューできるのかな。ここでバーベキューができて、一応この上もなんかテラスみたいになってる感じですね。この隣がですね、ブルーライト奄美という施設になって、こちらがその個別で宿泊することができるようになってます。じゃあ中見させていただきますね。はい、どうぞ。はい、こっちもこんな感じですね。素敵空間、超素敵空間です。でここからここのなんかベランダですが、すごい広い空間があるので、ここにカメラ設置して寝ても OK な感じですよね。いやー素敵、めっちゃいい感じ。結構ね、あのこの目の前の砂浜も撮影地としてはすごく良くて、まあ、海が綺麗なのももちろんなんですけど、あの岩がね、岩礁が結構あるので、こういう岩を入れて一緒に星空を撮ったりっていうのも楽しめると思います。こういうのが宿泊施設を出たらすぐこういう場所があって、もちろん街灯は全くないです。あっちの奄美市ですかの方にちょっとした光害がありっちゃあるんですけど、撮影する時の天の川の方がこう真南の方になりますので、あんまり関係ないですね。で昨日とりあえずここ夜来てみたんですけど、本当に真っ暗で、であの撮影地としてすごくいいのは砂浜がね、白いんですよ。砂浜が白いので手前の風景が完全に真っ暗にならないっていうところが結構ミソだから、手前の風景もちょっと明るめで撮れて星空もバッチリ映るっていうような成形写真なんで、タイムラプスなりが撮れると思います。
で昼間は ND フィルターで CPL フィルターつけて、海面をちょっと透けさせるようにすれば、こういうですね本当にこのグリーンの海のタイムラプスっていうのがバッチリ撮れるような感じですね。ちょっとなんか興奮していろいろ余計なこと喋りましたけど、あの撮影師としてはですねすごく良いです。なので、プライベート空間が欲しいよという方は、こっちのですね、宿泊施設を利用していただくと。さっきの8名の、カメハウスと違ってこっちは2名になりますので、お友達と誘い合ってですね来てもらってもいいですし、まあ、ちょっと料金は変わらないですけど1人で宿泊しても OK です。はい、という感じですね。こっちは一応キッチンついてるんですね。キッチンが、はい、ついております。おトイレとお風呂もありますね。はい、こちらもお願いします。おトイレとお風呂あります。おトイレ&お風呂と。あ、そこからもね、そこから天の川が見えるらしいからね。うん、あ、海岸降りる、降りてみましょうか。海岸降りて海岸でじゃあ締めよう。こういう下に降りる階段がいくつかあって、ちょっと降りてみましょうか。あー、いいなー。こんな素敵空間でワークショップを、検討します。で、ワークショップ中はここだけじゃなくて別のね撮影地、展望地とか、別の海岸沿いとか、まあ、他の撮影地をですね奄美スタイルさんがご存知なので、今日はそっちに行って撮影するよというような感じで皆さんをお連れするっていうことも検討しています。ということでこういう素敵空間でのワークショップになります。皆さんぜひご参加いただければなと思います。開催日は、6月の16、17、18かな、土日月の3日間です。でまあ、その3日間だけ参加するのも OK ですし、もっと延泊してとか前日入りしてとかって長く過ごしていただくのも大丈夫です。とにかくその3日間はここに集合していただければと思います。この動画の概要欄にもその申し込み先の アドレスがありますので、そこに申し込んでいただいて、でいろいろ注意事項ともですね自分がその思いつく限りそこで書いておきますので、皆さん今から準備していただいてですね撮影スキルも上げていただいて、ここで素晴らしい景色をですね撮影していただければなと思います。それでは楽しい3日間になればいいなと思います。皆さんぜひ今回のワークショップですね、ちょっと大掛かりなものになりますが、普段は提供できない空間をですね皆さんと共有できればなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけね。おそっちに行った。お